はいさい。はい、はいさい。はい、今日はカリスマブラザーズのジロー君が来るということですね。はい、うん、私たちおもてなしするために、そうだね、いろいろ食材を買ってきました。で、バレンタインデーっていうこともあるので、はい、それにちなんだ料理を作りたいと思います。しばらく孫奥さんと遊びに行ってるみたいなんで、帰ってくるまでの間に料理を作ります。あ、そうだね。はい、じゃあこちらの買ってきたチラがですね、えぐいな、豚が寝てる。豚が寝てる。ちょっと寝てる。あ、これを圧力鍋で時短ですね。これそして、よし、いい、セット OK。 で、これでチラ側を煮込んで柔らかくするってことですね。なるほどね。普通に食べたら硬いんで。うん、ちょうね、うん、硬いで有名だよね。そうです、硬いで有名ですから。はい、今シュッシュいってますね。お、シュッシュいってますね。ちなみに、タケシーがここの蓋を排水口に、ね、落としてしまったんですけど、これちょっとどうしていいかわからないっていう。とりあえずこれシュッシュになってるんで、軽くちょっと弱めましょうか。これどれくらいなんですか。これ1個中火ぐらいでいいんじゃない。このぐらいでいいんだ。よし、これぐらいでちょっともうちょい待ちましょう。30分ぐらい経ちました。結構経ってる。これ火止めてちょっと冷ましましょう。オッケー、火止めた。はい、切ってノータッチです。冷まるまで。オッケー、オッケーです。はい、おーい、どうかなこれ。ちょっと、うわ、めっちゃ豚のいい香りが、いい香りしますね。柔らかくなってるかな。ちょっと割り箸で刺してみましょうか。いい感じだね、プニプニだ。とりあえず OK ですね。 OK、 じゃあこれを取り出していきましょう、うん、はい、あるものを使って、うん、煮詰めていきます。うわ、煮詰める。はい、煮詰めます。煮詰めるの。あるものを使って煮詰めます。 OK、 じゃあ取り出していきましょう。うわー、おー、すごい出汁出てるな。出汁出てますね。これでスープ作りたいな。うわー、いいですね。ブルッブルですね、ブルッブル。火をかけて、はい、沸騰させます。沸騰させると、うまそうだな、うん、これで普通にスープ作ってからラーメン作りたいわ。まあそうですね、これに塩を入れただけでもだいぶ美味しいと思います。この出汁、こってり味見てください。これ豚骨スープって感じですね。豚骨だな。うん、豚骨スープちょっと味見したいな、うん、塩ちょっとさっき入れたんですよね、うん、それがどう効いてるか。濃厚ですか。うん、超こってりしてる。グッツグッツ煮込むと。はい、今回はバレンタインなんで、じゃん、チョコレートです。お、チョコレート。ボコっていきましょう。ボコって、ボコっていく、ボコっていきましょう。ボコっとく、ボコっときましょう。シャイシャイ、これうまいだろな。うまいよ、これは。ジローが喜ぶから、メニューとかは、うん、アメリカって甘いものだらけじゃないですか。ケーキも、そうだ、味が濃いんですよ、お菓子の味が。だからこそ、このちょっと甘めに、そうだ、チョイスですね、これ。色が、ほら、チョコレートミルクみたいな。あ、いい色になってきましたね。豚骨の出汁となんかあってうまそうだな。うん、めっちゃいい。いい、入れるぞ。おい、どんどん入れていけ。これ、ジローが喜ぶ顔、目に浮かぶな、これ、ね。よし、デリバリーはね、うん、もうちゃんと最後までいただくっていうのがね、うん、決まりですからね。決まりだからね、うん、だからこっちの作ってる側もやっぱ力入れないといけないですね。そうだね。ちゃんと食べてもらえるように、ちょっと美味しく調理しないといけないです。ちょっと味見していい。あ、いいですよ。甘さ足りないね、やっぱりな。3つでよかったかもしれん。ちょっとチョコの匂いがブンブンしてきましたね。まあチョコレートですからね。もっと甘さが欲しいっていう、むしろこの食堂に似つかわない、似つかわしくない、このスイーツ感半端ないですね、これ。そうだ、チョコクリスピーやん、色が完全に。そうだ、ミロみたいな。ミロ懐かしい、うん、寝る前に飲みたいですね、この汁を。あ、確かに、うん、安眠できそうな色してますね。安眠できそうだな、これ。これをちょっと肉に染み込ませていきましょうか、少しずつ。あ、なんかね、担々麺ってピーナッツ入ってるのが、はい、ちょっと近い感じが。おー、なるほど、計算通りの味になってきたみたいですね。ごまあえとかあるさ、はい、おひたし、ごまのおひたし、ちょっと甘いさ、それ、それに、なんか、それにちょっと近い感じ。はい、だいぶ煮詰まりましたね。チョコレートって、おー、だいぶそれっぽい色になってきましたね。奇跡が起きてる。うまい。ちょっと濃く出していきましょう、濃く。ここにビールありますね。あ、これビール。これ入れる。はい。これでちょっと全部入れます。マジ？マジで入れるよ。マジです。待ってみましょう。バーッと。いいですね。これでまた煮詰める、ちょっと。ちょっと煮詰めましょう。ちょっとだけ水足して。水足す？カレーも入れましょう。少しずつ。少しでバーッと。このままでも美味しいけどな、俺は。ダメなんですよ、これがあったら。まずい？このままだとただのスイーツになりますからね。入れるよ。入れてください。いいの？いいです。よっしゃー。お、いい感じにトロトロになってますね。そうだな。味見してみていい？うん、ちょっと味見してみて。
どうしたんすか。今までに食べたことない味がするんだが、カレースイーツって感じ。もっとカレー足しましょうか。白いの出てるし、なんか白いなんか煙がポコポコいってますね。怖いんだが。ドライアイスみたいな。ちょっと煙出てきます。ドライアイス入れた誰か。すごいなんか変な煙がポコ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 したから出てきてるんだけど。めっちゃ変な汗かいてるんだけど今。お、柔らかいですね。これ見てください。これ箸で切れるんですよ。あ、切れた切れた。あ、切れましたね。ちょっとこの部分ちょっと食べてみます。うん。完璧だ。本当に完璧です。完成です。完成できました。がこれはバレンタイン用の白髪です。ちょっと赤くないんだけど。アメリカの味に合わせたんですよ。ちょっと若干アメリカ仕様みたいな感じで。ああいいんじゃん。でもこうやって見た感じ普通にうまそう。美味しそうじゃないですか。牛煮込みって感じだな。あ、そうそうそう、牛すじ煮込みもイメージしましたね。後付けだろ完全に今。でちゃんとあの彩り大切なんで、うんうん、M&M もそうそう普通に食いたいわ。大丈夫かな。でも残さず食べますからね。名前はなんていうのこれ。これ。うん。これなんだっけ名前。なんだっけって。アメリカからチョコレートのオーロラを見に来ました。はい、おーやっと来ましたね。お疲れ様です。あと一人の。あ来ましたね。お、開催開催。カリスマブラザーズの二郎さんが来ると言われてたので特別にね、料理を。あ、沖縄料理ですか。はい、そうですね。おお。持ってきたんですよね。今日は何の日か知ってますか。バレンタインです。そうですね、バレンタインデーですね。まあ、はい、1日過ぎたけどな。ちょっと何でもない日ですよ。何でもない誰かの誕生日だ。誰かの誕生日。前後1日はバレンタインデーって言われてます。ゆるいな沖縄。ということであの、はい、バレンタインとしてねこっちから、はい、本当は女性があげるべきなんですけど、そうですね、男性の友チョコ的な感じね。友達だからカリブラと。そうカリスマフレンズだもんね。そうですね。はい、どうぞ。はいはい、バレンタインデーです。はい。ゴミ。え、なんで M&M ズが料理に振ってあるんですか。いや、これ M&M じゃないよね。ビーフシチュー。せーの、スペースデリバリーです。出たー。出たよ。スペースデリバリーってゲテモノでしょ。基本は。まあ、うん、そうですね。まあいい匂いです。チョコレート。クソ。いやチョコレートの匂い全然しないですよ。チョコレートでカレーの匂いする。あ、よく気づきましたね。クソ、バレる。バレましたね。隠し味でちょっとつけたんですけどね。隠し味になってない。隠れてないです。バレてんじゃねえか。よいしょーって出てる。カレーが。これなんかあったら消されるよ。大丈夫、食べますよ、食べます。うん、絶対。ハイさえ消してカリブラ取るよ。まあ何が入ってるかまず当ててもらいましょう。あ、そうですね、うん、え、食べ方がわからん。食べ方がわからん。本当に。あ、これわかった。あ、わかったんすか。あ、これ使わず気づきません。せーのでいく。いきますか。せーの。うそ、そんなに。なんか微妙なリアクション。美味しいって感じでしょこれ。そう、ね、ゴーヤみたいなね、苦いもん食った時に。美味しい人多いリアクション。いやいや、ジローの顔、顔認識されないぜ。え、なにこれ、怖い。まず舌触りが気持ち悪い。味どんなっすか。味ですよ、味からまず。おめえこれ初めて食べる。なにこれ。すごい綺麗なレストランで出されたら食う可能性。こういうものなのかなって。M&M's なければね。そう、しかもジルフのとこ一番ある意味あのすごいって言われてるとこだ。え。あー、ここすごいとこだ。珍味と言われてました。あ、そうですね。え、これもう見たこともない。何、なんかみんなが争うところですね。そうそうそう、争う、争って取りたがる。取り合う。象の角とかしか思いつかない。まあ、そうです。これあれでしょう、白髪。あ、お、正解。正解ですね。素晴らしい。豚の顔。多分、ジロのとこ、鼻。いや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 、でも
あれっす、あれこれこれ普通に食べれてる、食べれる食べれますから。鳴き声以外は全部食べれるって言われてますからね。鳴き声以外は全部食べれる。鼻もどんどん食べれる。豚の顔食うんすか。食えます、食えます、食えます、食えます。煮付けた、ただこんな味付けしたのは俺も初めてシアトルに豚の顔全部売ってるんですよ。おお、あ、それそれ、あ、一匹丸々、うん、そうですね。それ食うんすか。まんまそれです。それまんまこれです。思いっきり食べますね。え、取るんで。そうですね、沖縄普通にスーパーに売ってますよ。そうそう、煮込んで、しかも500円ぐらい取ってる。酒のつまみにして。そうですね。え、うわー、これ、いや、難しい食べるの。ネタバレもしたところで、じゃあごちそうしましょうか。食べますか。なんだこれ。あー、食べたかったんだよ、さっきから。結構ガッツリ食べる。ガッツリ食べる。ガッツリ食うね。やっぱ食べなかったじゃん、大丈夫じゃん。すぐすってめっちゃ食うな。相当お腹すいてたから飲み込んでね。そうね、飲み込んでないっすか。うまいな、やっぱり。山本さん、これダメっすか。いやいや、皮も好きよ、豚、あっちの皮は、はい。これ何この味って塩コショウの方が絶対うまかったね。絶対うまかった。それ言ってしまうとね。なんでそれ言ってしまうとね。うん、これこれされてうまい。うまいって言ってる。うまいって言ってる、この人。あれ、沖縄の人じゃないのかな。うまいと思ったからお客さんに提供してるわけですからね、こちらとしてはね。なるほど、怖いな、こんなの。あれな感じ、ピーナッツ、あえみたいな。あ、それ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 。あ、ちょっと甘いですか。あ、違う違う違う。あ、それよ、それイメージですね。それっすね。あれ、待って、ジロがやばい、ジロがやばい。ジロがやばい。ジロ大丈夫ですか。美味しくて涙が出そうになってますね。確かに。分厚い部分やばい。ああ。うん。あ、ここやば。あ、じゃあこれカレーが固まってる。念のため言いますけど、俺も被害者ですからね。ギャンブル性もあってちょっと中毒性高いですね。ちょっと、ね、何を引くか分からないっていうね。すげえ真顔で食ってるんだけど、この二人。闇鍋みたいな。うん、闇鍋。いや、闇だよ、ただの。闇でもね、闇。なんか久々のデリバリーだな、これ。すげえ。沖縄に来てよかったんじゃないですか。うん。いや。いや。おかげで早めに帰りのチケット取ることなんだよ。これからソーキそばだっつってルンルンしてたのに。食欲全部持ってかれる。食材に失礼ですから、食べます、ちゃんと。サブちゃんにあげちゃう。はい、サブちゃん用で。サブちゃん用で、じゃあ取ります、食べてるシーンを。はい、はい、はい、じゃあ、いい場でもいただきましたね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。個性的な友チョコでした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。砂浜裸足はフリー人なすぎても残る思い出立つ波打ち際オールを漕いでくこの景色濃い歴史詰まった背景気候